サバトに集う悪魔と魔女たちサバトとは、ヨーロッパで信じられていた魔女あるいは悪魔崇拝の集会。魔縁、魔女の野縁、夜会ともいう。ヨーロッパでは、土曜の夜に魔女が集会を行うと信じられ、中世から17世紀頃までサバトに参加した罪を、告発されて、裁判にかけられた、無数の人々の記録が残っている。しかしそのような集会が、 本当に行われたという信頼に足る記録はなく、サバトについて書き記されたことの多くは故意に、作り上げられた巨峰か人々の想像の産物とも考えられている。語源については不明であり諸説あるが、暗息日である第なのを表すヘブライ語のシェバトに、由来するという説が妥当とされている。サバトという言葉自体は後に普及した古フランス語の古障であり、当初は、 シマゴーグという故障が一般的であった。また、当時の民衆の間では、ストリアズ、バーレット、アケラールなど、地方ごとにこうした集会を表す様々な故障があった。中世ヨーロッパの各地で、女たちが夜間にディアーナやゲルマンの女神ホルダと非公出動うといった、異教的民間信仰があった。九百六年頃にプリムのレギノンが編纂したカノンは、 夜に動物に乗って、ディアーナと共に旅をしたり、ディアーナに仕えるために召集される、邪悪な女たちがいるとし、これを根絶すべき迷信として非難している。このテクストは11世紀に、ボルムスのブルヒアルトが編纂した、協領集に、若干改変された形で再録され、後に、死教法令集と呼ばれてる不した。死教法令集は、ディアーナの気候は、 悪魔に吹き込まれた幻覚に過ぎず、現実のものではないと断じた。そのためか、こうした女たちへの罰は、比較的軽いものであった。その頃はまだ悪魔に仕える魔女という存在の概念は、確立していなかったが、ここに見られる女たちの夜の旅や集会は、魔女が放棄や動物にまたがって、夜に集うという構成に作られた、類型的サバト像に通じるものである。 ロッセル・ホープ、ロビンズなどの学者は、悪魔的なサバトの概念は、主として、中世末期の14から15世紀に、異端新聞館や学者らによって作り上げられたもので、あり、異端新聞において、サバトが、初めて登場したのは1335年のトゥールーズでの裁判であったとした。しかし、ノーマン・コーンは1330年代のトゥールーズの、 魔女裁判に関する転居となったラモトランゴン男爵のフランスにおける異端新聞書の歴史は一時資料に依拠しない歴史劣造的な書き物であると指摘し魔女のサバトの概念が14世紀において南フランスでの語り派迫害の延長線上に生まれたとする説を論白している初期の悪魔学者ヨハンネス・ニーダーはサバトのことを知らず魔女の空中飛行については 会議的であったが、スイスで子供を殺す儀式があったことを、アリ塚の中で記している。また、女性を非難する側と擁護する、側の議論を描いた、マルタン・ルフランの長編誌、女性の擁護者では、当時のサバト感が論じられている。1452年の作者不詳の小冊子ガザリ派の語尾にもサバトのことが出てくる。15世紀には、 悪魔崇拝的な魔女たちが徒党を組んでいると考えられるようになり乱行にふけったり幼児をくらったりする魔女の秘密集会のことが悪魔学の論書の中で取り沙汰された。こうした魔女の諸行の告発はキリスト教の異端やユダヤ人に対してなされた告発とよく似たものであった。14世紀頃にはワルドー派やカタリ派の異端者は悪魔崇拝の権威をかけられ、 サタンと成功したり、秘密の集会で乱行に及ぶと考えられていた。魔女の集団が実在するという考えが生まれた背景には、こうした異端者やユダヤ人への空想的な偏見があるとする見方がある。常述のような悪魔に使える魔女の概念が確立した15世紀には、司教法令集で女たちの夜の飛行や集会が厳格とされたのと、対照的に、サバとは、 現実の出来事とされ、家計に処すべき罪とみなされるようになった。近世の魔女裁判に大きな影響を与えたと言われている。魔女に与える鉄槌では、魔女の集会についてあまり言及されていないが、16から17世紀には、ジャンボ団の魔女の悪魔表意、ベラディモナモニーデソルシャン。1580ヤドランクルの、堕天使と悪霊の無節操一覧など多くの、 悪魔学論書が出版され、サバトに対する妄想は拡充されていった。多くの人々がサバトへの参加を告発され、その命を失ったのもこの時代である。ペーター・ビンスフェルトはその著、古行への仲介で魔女を告発する際の重要な証拠として、その人物がサバトに参加したことを挙げている。サバトへの出発アルベール・ジョゼフ・ペノイタリア、ミラノの司祭。 フランチェスコ・グワッツォによる、著、古行要欄には、彼の想像によると思われる相画を添えて、具体的な記述が記されている。例えば、サバトの出席者は、ヤギの背中に乗って飛来する。彼らは、聖なる十字架を踏みつけにし、悪魔の名のもとに洗礼を受け、服を脱ぎ捨てて、悪魔の背中に接吻する。そして、背中を合わせるようにして、演舞を踊る。 ハンス・バルドゥンク及びドランクルによれば、サバトでは、人肉が食され、子供のお肉が好まれた。そして人骨も特別な方法で煮込まれた。悪魔は、塩と、パンと油を嫌うため、それらは禁止されていたと書いた者も,もいるが、他の証言は、うまい料理に言及している。他に、人間の死亡、とりわけ洗礼を受けていない子供の死亡は、 魔女の飛行を可能にする難航を作るのに使われたと付け加える記述もある。魔女は集会場所まで自分で飛んで行ったり、放器にまたがっていったり、悪魔に運んでもらったりするとも信じられた。悪魔学の論者らの間で一致して広く信じられた点は、サタンがサバトに出席していたというものである。また、時には一人の人間が悪魔に憑依されるために、 自分の体を差し出し、霊媒の役を果たすこともあったと信じられた。サバとは、真夜中に始まり夜明けに終わり、最初は、更新から始まり、縁を続行し、それから黒みさ、そして、オルギアで最高潮を迎えるとも信じられた。オルギアでは、婚外成功、または男性か女性の姿をした悪魔との成功が、行われた。 幻覚剤と時にはアルコールが使われたという報告も多い。悪魔学者や修道像が作る自由奔放で無秩序といったおどろおどろしいパンフレットに反し、ドイツでの魔女裁判の告白で語られたサバトは、現実での上流階級の人間はサバトでも、悪魔と共に、神座に座り、ゲゲの人々は、貝の魔女となり、それぞれが食べ物を持ち寄り、ダンスや炊事。 照明係などの雑用をさせられる、といった現実の秩序や、農民の村祭りを丸写しにしたような地味な事例が、多い。肝心の魔術の描写は淡白であり、悪魔の描写は、傭兵や堕落した僧侶など、社会的に苦々しい存在をイメージさせることも多い。伝承によると、ほとんどの場合サバとは、人里離れた場所で行われ、特に森や山が好まれた。 サバトが行われるとされた有名な場所は、ブルターニュ半島、カリニャーノ、ピュイドイコールドーム山、ブロッケン山、メラバウズ、シュバルツバルト、バルド山、バスポク、サベルヌ、コパステートなどがある。バスク国では、サバトは、人気のないデニアにおいて行われると言われていた。サバトが行われる日取りに関しては、悪魔学の論者らの間でも見解は一致しない。 キリスト教のミサが行われる前の日曜の夜に行われると仮定する者もいれば、サタンは聖なる祝祭日には力を弱めるとしてこの見解を否定する者もいた。よく挙げられる日は2月1日、5月1日、8月1日、11月1日、復活祭、クリスマスであった。挙げられる頻度が比較的、 少ない日としては、正金曜日、1月1日、6月23日、12月21日、生体祝日などがある。ベナンダンティアヨーロッパの同様の集団の証言によると、集会がよく行われる日は、四季の最日の週、クリスマスから高原祭りまでの12日間、または、聖霊降臨祭である。サバトについての記述は、 サバトの集会に参加していない司祭、法律家、裁判官によってなされたもの、または魔女裁判の過程において記録されたものである。これらの証言については、その記述の大半は、実際の出来事を反映しているかどうか疑わしいものと考えられている。ノーマン・コーンは、それらの記述を決定づけた、主たる要因は審問官の期待と告発された側の、 自由連想であり、それが映し出すものは、少数派集団に対する無知や、恐れや、宗教的不寛容に動かされた、当時の人々の想像の産物に過ぎないと論じている。サバトについて残された記述は告発された人々の、供述でもあるが、それは多かれ少なかれ彼らが拷問によって、新聞官の提示した罪状に同意するよう仕向けられた、結果であった。 赤子を食う、井戸に毒を入れる、悪魔の肛門に接吻する、といった魔女のサバトの紋切り型の悪魔的要素の多くは、異端的なキリスト教セクト、反戦描写、イスラム教と、ユダヤ人に対してなされた抽象でもある。英語では、魔女のサバトは、安息美を意味する通常の単語のサバスと同じ言葉で、あり、魔女にとってのキリスト教の安息美に相当するもので、ある。 もっと一般的に使われた言葉は、シナゴーグ、または、サタンのシナゴーグであり、おそらく反ユダヤ感情を反映しているが、魔女のものとされた、諸行為とキリスト教やユダヤ教の観光とはあまり、類似したところがない。サバトに言及している、ガザリ派の語尾は、実際のガザリ派の振る舞いを論じたものではないが、 これらの話を異端的なキリスト教の一集団に結びつけようとして語り派の名を取った題名になっている。アフリカの宗教儀礼に対するキリスト教の宣教師の態度はヨーロッパにおける魔女のサバトに対する彼らの態度と基本的に大差ない。アフリカの宗教儀礼を魔女のサバトの類とみなした報告もあったが事実ではない。アフリカ社会の一部では 妖術の存在が信じられているが、ヨーロッパの魔女裁判と同様、妖術師とされた人々は受け入れられず死断される。カルロ・ギンズブルグ、エーボ・ポクス、ベント・アンカール、グスタフ・ヘニングセンといった歴史学者は、これらの証言は告発された人々の信仰体系への考察を可能にするものだと考える。ギンズブルグはサバトーミニシュー文化と知的文化の ぶつかり合いによって生み出された文化的形成物と捉える。サバトとして断罪されたものの中には、当時の民間信仰にあった夜の飛行や動物への変身といったシャーマニズムに通定する文化事象もあった。異端審問の過程で、こうした民族信仰は、異端審問館などの当時の知的エリートの側からの視点で作られ、広められた悪魔的なサバト像の型にはめられ、 悪魔崇拝へと歪められていった。ギンズブルグはよく知られているように、ベナンダンティと自称する、人々の集団についての記録を発見した。彼らベナンダンティは、体から抜け出て、霊魂となり、村の繁栄を守るため雲の中で悪霊と戦ったり、女神主催の大規模な祭りに集まり、そこで女神から魔術を教わったり、お告げを授かったりすると信じていた。 ピレネー山脈のアルミエ、14世紀ミラノの東方の貴婦人の信者たち、15世紀北イタリアのリケッラの信者たちや、ケンキシビラ、さらに遠く離れて、リボニアのオオカミズキ、ダルマチアのクレスニキ、ハンガリーのタルトス、ルーマニアのカルシャリ、オセチアのブルクドゼウテなど、同様の事例はヨーロッパ中で発見されている。これらの人々が証言した集会は大方。 シャーマニズムに特徴的な脱婚や魂の飛翔に類するものであったと考えられる。魔女のサバトでの行事は前キリスト教のシャーマニズム宗教における行事に由来すると信じる人もいる。そうした行事は支配的な立場であるキリスト教徒からはもとより警戒の目で見られたであろう。この見方は一部のネオペーガンの認めるところである。ABCD ロッセル・ホープ・ロビンズ、悪魔学大善、松田和也役、青二社、1997年、ABCDEF カルロギンズブルグ、闇の歴史サバトの解読、竹山博英役、セリカ処方、1992年 ABC 田中、正志魔女の誕生と衰退原点資料で読む、西洋悪魔学の歴史参考者、2008年、AB ノーマンコーン、 魔女狩りの社会史ヨーロッパの内なる悪霊、山本通訳、岩波書店、1983年、ダレン・オールドリッジ、針の上で、天使は何人踊れるか幻想と理性の中世、ルネサンス池上主日監修、寺尾町子役、柏書房、2007年、上山康都市、魔女とキリスト教講談社学術文庫、1998年、ライナーデッカー、 教皇と魔女宗教裁判の機密文書より佐藤正樹佐々木玲役法政大学出版局2007年無駄数を魔女は何を着て踊っていたのか着衣する体と女性の終焉化音文革出版2012年年度9兆7847億8421万6161 ピアニッシモ、231から249。キー・ケファー、リチャード、ヨーロピアン・ウィッチ・トライアルズ、ゼア・ファウンデーションズ・イン、ポピュラーランド・カルチャー、1300&150。 1500、ラウトレッジケポールハット http コロンスラッシュスラッシュ www.jstor.org スラッシュ pss スラッシュ2769036カルロギンズブルグベナンダンティ16から17世紀における悪魔崇拝と濃厚儀礼竹山博英役セリカ処九1986年ありがとうございます